はい、皆さんこんばんは、川上隆介です。最初の方の歌とピアノ踊り感動しました。ありがとうございます。私はオリジナルの曲を歌い歌うんですが、最初の歌、愛しのお姫様という歌です。うん。昔からあのうちは薬箱さえないから、あんたの親父はあんたがいないといても立ってもいられない。ステンドガラスを壊したネズミは招待状をあんたに渡す。それでもあんたはどこにも行かない。過ちが何一つないから、愛に来てくれないかい、愛しのお姫様、迎えに来てくれないかい、みんなのお姫様。この中の暗い光はあんたの瞳には届かない。港の汽笛も魔女の箒もあんたの役には立てない。あんたの夢の続きは月の笑顔にさえ嫌われて、ベッドの下にはアンフェタミンと冷たい注射の針が転がってるだけ。愛に来てくれないかい、愛しのお姫様、迎えに来てくれないかい、みんなのお姫様。釘付けにしながら砂糖の混ざったミルクで親父の背中をベタベタにしている。あんたの甘えた子猫みたいな声は親父の耳をくすぐって、夜のゲームは朝まで続いて、ろうそくの明かりが残るだけ。愛に来てくれないかい、愛しのお姫様、迎えに来てくれないかい、みんなのお姫様。あんたは逃げ道がなくなって、ネズミのミイラがあんただけを見てる。鏡に隠れた死神も優しくあんたに笑いかける。
私はあんたがいないと居ても立ってもいられない。会いに来てくれないかい、愛しのお姫様、迎えに来てくれないかい、みんなのお姫様、迎えに来てくれないかい、みんなのお姫様。どうもありがとうございます。愛しのお姫様。次の歌は魔法のランプという歌で、このまま一緒にいればとても楽で安定しているのにどうしても出て行ってしまうパトリシアという子ですね、その子を歌った歌です。ねえパトリシア、これからどうするつもりなの？長い髪は誰が溶かすの？駅までは誰が連れて行くの？靴の紐は誰が結ぶの？子守歌は誰に歌ってもらうの？レインコートのボタンは誰に止めてもらうの？ねえパトリシア、これからどうするつもりなの？秘密の虫眼鏡は金庫の中だよ。カーペットの下には柱時計が隠されている。ルパンの入り口も柱時計の裏だよ。オイルランプはマジシャンの休憩所だよ。ファーストクラスのチケットはかまいたちの給料で買うんだよ。魔法のランプならここにあるのに、騙され上手なデコレーションケーキもここにしかないのに。どこで何を見てきたの？サイレンがドラム缶を踊らせていた。猛獣使いが未亡人に命乞いをしてた。サーカス団がサボテンの群れに襲われていた。錬金術師がバイブルに隠れていた。シャイナドレスのマネキンと花束を抱えたドラキュラが教会のチャペルに嫉妬していた。ねえパトリシア、これから旅に出るのかい？
ノキオの嘘はアルコール漬けにして、虹のコンパスはバンダナで吊るして、晴れた日のスケッチはゴブラン折りにして、宝石箱の地図は夜景の地図にばらまいて、鏡の遊園地は停電にして、年度のハロウィンはパン屋の息子へ、蝋人形のトーマスは助手席から固まる前のセメントに別れを告げている、チークダンスを歓迎する、かまいたちの迷路が宮殿で待っている、魔法のランプならここにあるのに、騙され上手なデコレーションケーキもここにしかないのに、パトリシア、ねえパトリシア、これからどうするつもりなの。ありがとうございました。それでは最後に東北の震災の時にですね、結婚するカップルがいまして、新郎さんが流されてしまって、1週間前にですね、いろいろと結婚式の準備とかそういうのもあったと思うんですけど、もうそういうの全部ダメになってしまって、それを自分に置き換えたらどんなに辛いかな、そんな意味も込めて作ってみた歌です。タイトルはシンデレラの願いと。キャラメル色の音符を並べている薬剤師は100種類の火薬をコンクリートの下に隠されてる。絶望の逆上がりを待って、得意とするマムシの忍者は偽造身分証明書を発行している。ハンダゴテ色の二段ベッドには逃げ道の地図だらけ、爪が伸びたモアイ像と絵の具でうずら卵を混ぜてる。シンデレラの純粋な願いは永久に鉄格子の後ろに封印されたまま、信号機を無視する砂場女性のキャタピラはどうか戦闘チラシを間違えて配っている。羊の皮でくるんだ羽毛を愛するメアリーにプレゼントする。ホモセクシャルの男優がお化粧しながら女装をしている。シンデレラの純粋な願いは永久に鉄格子のお城に封印された。
されたノートルダムの聖水はゲシュタポに大粒の涙になり降り注いでいる。不安がない人はいないと修道院の前でシスターたちが受刑者に説得している。キリマンジャロの星空は貴族の勲章のように輝いて、リビングシャンデリアのように輝いている。シンデレラの純粋な願いは永久に鉄格子の後ろに封印されたまま、という武器でテロリストたちを書類で操っている。ロマンティックスイートルームの暗証番号は軍事パレードのバグパイプだけが暗証番号を知っている。失った議員のバッジは自分のためだけであり、弱い人を救えないまま毎朝の朝食だけは忘れない。シンデレラの純粋な願いは永久に鉄格子の後ろに封印されたまま、純粋な願いは永久に鉄格子の後ろに封印されたまま。どうもありがとうございました。